ゆっくりしていってね。全国の喧嘩競争ファンの皆様おはこんばんちは、だぜ。前回、ロシアとの戦争が始まったよ。東南アジアと北太平洋に艦隊を展開しているが、海戦になるかな。どうだろうね。1899年6月。クルーズアクション。相手は防護順のみね。駆逐艦5隻の航続距離が足りない。マジか。巡洋艦だけだな。駆逐艦って航続距離短かったっけ？航続距離は同じミディアムにしてあるが、このゲーム、速度や排水量で微妙に航続距離が違うっぽくてな。特に初期の駆逐艦の航続距離が足りないことは結構ある。巡洋艦は名前の通り、もともと航続距離が長い艦種だしな。なるほど。防護順位かと思ったら一隻はただのコルベットか。初期のコルベットは6インチ砲を搭載してたりするから、一発もらったら怖い相手ではある。後ろから接近すれば OK。もう一隻は、走行順か。事前情報が全然違うじゃん。事前情報は情報のレベルでも変わってくる。設定は中規模になっているが、情報網の構築が間に合わず低規模のままだな。目標は6300トンの走行順。こちらは一応最新鋭のロチェスター級。まあ砲塔が吹っ飛んだりしない限り負けることはないだろ。速力もこっちの方が速いからね。防護順を引き。こちらも新型、シンシナティ級のコロンビアだ。ハーベイが来た後に建造したやつね。よし、追いついてきた。一応6インチ砲それなりに搭載してるから注意だな。あや、結構浸水があるな。被弾5発か。ベルトエクステンデッドを何発か抜かれている。エクステンデッド部分はあんまり強化してなかったもんね。どちらにしろ6インチ砲相手だと厚さを5インチにしないと抜かれる。じゃあ、ダメージレースに勝てばいいね。左右から強撃。もう戦術が戦列艦とかそんな時代である。コロンビアのベルトアッパーが抜かれてデッキに被弾、構造物にダメージ。上部構造物は完全に壊れたりしなければなんとかなる。よし勝ったな。敵走行順とコルベットを撃沈、ロチェスターが中破。榴弾オンリーで上部構造物より浸水の方が先に満杯になってる。艦首と艦尾を抜いて浸水させているな。ベルトは貫通してないから、やはり榴弾で破壊できる装甲は3インチ前後になるな。ベルトに防がれても砲角にダメージが入ったりするので、あと10年くらいは今の戦術が使えるはずだ。VP436。戦時国際。グループ工。あれ、もう？一応1898年の技術だ。2の間隔で1900年だと思ってた。解説はおまけで。イタリアがボコられてる。地中海で戦闘してイタリアの走行順が2隻沈没とか何が起きたんだ。雷撃でも食らったかな。通称破壊艦がまだいるな。だが海上封鎖はできてる。こちらも東南アジアに通称破壊艦を出すよ。初期艦のニューヨーク級走行順を2隻とも送る。今レーダーと間違えたな。はい、マジでややこしい。7月何もなし、8月。クルーズアクション。配備している艦隊を減らすと出てくる敵。艦隊は東南アジアに置いてある艦艇ほぼ全てだな。機関は防護艦艦の走行順のオリンピア。敵艦視認。機関最大船速。敵艦は防護順と戦艦。いやこれは絶対戦艦じゃないな。戦艦が東南アジアにいないのは確認してるし、港にいたとしても航続距離が足りないはず。相手は走行順だね。すでに分断してるし、戦艦だったとしてもこの艦隊なら勝てるはずだ。走行順1、防護順3、駆逐後だからね。多少は損害が出るとは思うけど、初期艦の戦艦相手なら撃破できる。まあその前に防護順叩くけど、第一防護順隊への信号に沿おう。6インチ重門か。これはクリックミス。信号に沿おう。オリンピアが一発被弾。
浸水がなければ問題ない。駆逐隊への信号2等。駆逐隊への括弧役。この時代は情報が伝達されにくいね。手旗信号だからな。よし、速度が落ちてきたね。距離を詰めるので慎重に進める。雷撃指示。オリンピアの砲弾が残り5割。あれ、雷撃できなかったか？雷撃前に機関がへたれてた。やっぱり24ノットだときついか。雷撃命令を停止。ちなみに世界初の駆逐艦は27ノットだぜ。うちの駆逐艦、遅すぎ？まあゲーム的に遅いのは間違いないな。それはそれとして防護順は撃破したよ。もう一隻は、やはり走行順だったな。接近カット。防護順隊を直接指揮してるよ。攻撃するのはいいが、オリンピアの監視砲塔は砲弾がない。この角度だと砲撃できないか。防護順を矢面に立たせてオリンピアは回り込むかな。本当にないね。しかも2火災発生。戦闘艦が燃えるのはまずいな。速度が落ちるからな。デタッチできないかな。ダメージがないからできない。うーむ、確かに損害はないけどさ。これ初期艦だから装甲が薄いのよね。追い越して後方の2隻より前に出るしかないな。追い越せるかな？一応消火した。地区への信号2等。防護順への信号2等。オリンピアが追いついたから行けそうね。防護順はそのまま距離を維持する。命中が増えてきた。雷撃命令。火事をやったな。接近する。撃った2本の魚雷は外れ。まあまだこんなもんか。回ってるせいで狙いが定まらないらしい。フロッティラアタックをキャンセル。魚雷が命中して撃沈。まだフロッティラアタック使わなくてもいいかな。シカゴは消波で済んだ。思ったより損害がなくてよかった。VP723。ドックは18000。バルト海の商船が撃沈される。なんで？なんでだろうな。バルト海通るような航路あるかな。ぶっちゃけバグだと思うが、さすがにバルト海まで TP は届かないな。9月は陸軍に資金をやって、10月。フランス参戦。ハイエナか。11月何もなし、ところがどっこい。あれ？情報で即距離の技術をフランスからパクっている。あらほんとだ、気がつかなかった。項目が多いからたまに見逃す。12月。VP245、ロシアに物資不足。オーストリアとの共同開発が終了。テンションは低いから期限が来たかな。建造中のハンティントンのファイアコントロールを更新しますか。あれ研究したっけ？ってなってたよ。重要な技術を完全に見逃してたぜ。割上ありは平行症。続ける必要性も薄いから強気に。決裂、400トンの駆逐が建造可能に。ロシアの通商破壊艦は燃料切れで中立国に閉じ込められてるな。そうね。400トンか。あまり変わらないといえばあまり変わらないけど。ここ即距離の技術を確認してるぜ。予算に余裕ができたら作るか。2ヶ月で余裕はできそうだな。1900年1月、陸軍敗北。装甲巡ヒューロンが竣工。12インチ高品質マイナス1、来たか、と言っても感想は戦争後になりそうだな。そうね、ヒューロンはハンティントンと違ってファイアコントロールが更新されてないからそのまま改装に、これ伸ばさない方が安いかもな。2月、そろそろ革命のリスクがあるな。ワイヤレステレグラフの発明で戦略的移動の遅延と船体が機関から離れた時の AI に切り替わるリスクが減る。この時代ならモールスによる通信かな。
火花式送信機とか34式無線機、ミカサに搭載された36式無線機とか検索すれば出てくるぜ。8インチ高品質マイナス1、これは戦後に改装ラッシュ。3月。トレーニング完了。海戦起こるかなこれ。ハンティントンが竣工。戦時国際。こっちの通商破壊艦が全く活躍できてない。仮想順の戦火も最初のターンだけだったぜ。予算があるうちに小型のコルベットを作っておく。少し早くないか。ロシアって機雷戦のアドバンテージがあるからそう海底作っておきたかった。ふむ、まあ古くなっても対戦に使えるしな。対戦するなら掃海部を外さないといけないけどね。スレッド級コルベット、排水量600トン、速力20ノット、四方4インチ2門、副砲3インチ4門。意外と重武装だな。そうね。設計費137。次のターンで6隻寄港したら400トンの駆逐艦を設計。予算が余ってるうちにな。ベインブリッジ級を参考に排水量を100上げる。AI の駆逐艦って変に動いて速度を上げる癖があるから機関の信頼性を上げたいのよね。速度も上げておきたいが。1ノット上げられるね。信頼性も高いのにできるか。4インチ砲は500トンじゃないと射撃速度と精度が落ちる。じゃあ3インチ砲でいいか。プレブル級駆逐艦、排水量400トン、速力25ノット、四方3インチ1門、魚雷発射艦単装2機。設計費76。5月エンドして。油圧式中大機の発明で射撃速度が増加。中大機は大砲の反動を受け止める機構だぜ。詳しい説明は福崎が来てからかな。500トン駆逐艦。400トン作ろうとしてたのに。作る前で良かったとも言える。ハイドロスタティックバルブの改良で魚雷の性能が増加。直訳で制圧艦だが、要は水圧を計測する装置だ。これにより船舵を動かして振動を維持している。駆逐を再設計。排水量を上げて。速度上げないのか？そろそろ駆逐同士の戦闘があるかなって思って四方一門増やした。プレブル級駆逐艦、排水量500トン、速力25ノット、四方3インチ2門、魚雷発射艦単装2機。速度を重視しないのは相変わらず。6月。交渉決裂。副砲に8インチ砲塔が使用可能に。ちなみにキアサージは見た目だけなら作れるぞ。砲塔の上に砲塔を乗せるのはさすがにね。プレブル級を6隻寄港。戦艦1隻がもうちょいか。次のターンで設計しておくかな。もう1隻は14ヶ月だがな。1隻終われば2隻作れる予算はある。しかし戦争中だがロシアが空気になっている。英仏に海上封鎖されちゃってるからね。そして12インチ砲の新たな戦艦を設計。戦艦同士の回線がなかったから何を優先すべきかわかんないな。まあ速度は18ノットいるだろうな。対応防御はベルト銃でデッキに。副砲は6インチに補助砲4インチとすれば、一応ベルトを12インチにできるけどそこまではいらないか。ベルトを11にしてアッパーとエクステンデッドを増やす。環境走行を増やすのを忘れてる。長時間プレイしてたせいで疲れてた。そうか。こんなとこかな？アリゾナ級戦艦、排水量1万5000トン、速力18ノット、ベルト走行11インチ、デッキ走行2インチ、四方12インチ連装2機、副砲6インチ14門、補助砲4インチ12門、設計費2920。ちょっと中途半端だけど、戦艦を設計したところで今回はここまで、だぜ。次回に、続くぜ。おまけはクルック砲。ほい、ミカサに使われた装甲ね。ハーベイ砲は石炭を置いて浸炭していた。だが固形では効率が悪い。そこで炭素ガスを使って浸炭させたのがクルック砲。ハーベイ砲は1インチしか浸炭しないのに対して、クルック砲の場合、例えば10インチの装甲だったらその3分の1くらいまで浸炭する。これによりさらに強靭な装甲が完成した。なるほど。写真は 11.81 インチの装甲プレート。厚さ30センチ。使用砲弾は12インチ砲弾。見ての通り、完全に防いでいることがわかる。この資料では約12インチのクルップが13インチのハーベイと同等としている。まあ資料とか条件によって同等の比率は若干変わるがな。へぇ。以上、クルップ砲の話だったぜ。また見てね。